皆さん、こんにちは。千葉市役所道路計画課です。この動画では、都市計画道路、加曽利町大森町線、松ヶ丘町地区の事業の流れについてご説明いたします。どうぞよろしくお願いします。今年度はオレンジの部分になります。事業に必要な土地の面積を算定するため、2月上旬に実施した用地測量、現在行っている説明会が事業説明会になります。今後、事業認可を取得して事業化となります。その後、令和5年度以降、緑色の部分になりますが、実際の用地取得、保証や工事を行っていく予定です。また、道路工事は連続した用地が取得できたところから施工していくなど、ある程度用地取得が進んだ段階で着手していきたいと考えております。現在、具体的な事業期間をお示しすることはまだできませんが、過去に同規模程度の事業では完成まで10年程度かかっているのが実情です。今回の説明内容は以上となります。最後にお知らせについてです。詳細な図面を確認したい方や、質問、意見等がある方は、こちらの連絡先にメールもしくは電話にてご連絡ください。地元の皆様の事業へのご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。ご視聴ありがとうございました。